ではまずコウの部屋で見つけたダイナマイトは仕掛けずに一回部屋を出ましょう。で次にオツの部屋に行きまして、でここでダイナマイトを仕掛けましょう。ダイナマイトで吹き飛ばす。私は持ち出したダイナマイトを取り出して設置した。爆破するの？島の目が輝いている。あ、こんな忌まわしい部屋、吹っ飛ばしてやる。天下、いやーまあ、これ、ま、これまたこれ始まんの？ちょっと待って、なんじゃこりゃ、他の部屋にもダイナマイトを仕掛ける。でも時間がないわ。あそこだけ吹き飛ばしたって仕方ないだろ。私たちも吹き飛ばされてしまうわ。君一人で逃げてくれ。僕は行く。そうして行きかけた私の後、結局島はついてきた。とにかく時間がない。どこを爆破すべきか。焦ってはいけない。落ち着け落ち着け。悩んじゃう。あー、コウの部屋に行こう。残りのない、だらだらだらで体に変えなさい。まだまだ大量に残されてあるダイナマイトを誘爆させるために、私と島は設置を急いでいた。ここまで大量にあるとかえって厄介だ。一旦島にオツの部屋の導火線の火を消しに行かせた。あ？それから私たちはたくさんのダイナマイトを一つに束ねた。結構作業するな。島さん、そこの導火線の束をつなぎ合わせてくれ。僕たちが余裕を持って逃げ出せるようにね。ええ、任せて。思いっきり長くしておくから。ほどほどでいいよ。だって心配だもの。しばらくの作業を完了し、最後にオツの部屋の導火線をつなぎ合わせた。私は持っていたマッチで点火した。で、今度来るか？あ、来なかった。あれ？え？近藤さんの邪魔なし。あらー、筒がなくじゃない。みなかみさん、あそこ。島が指さした方を見ると、そこに倒壊した研究棟の一階を見つめながら、驚愕の面持ちで佇んでいる院長の姿があった。院長！私と島は立ち上がり、そろそろと院長のそばへ近づいていった。一体誰がこんなことを？それは、私と島はかいつまんで、今夜見聞きしたことを院長に話した。あの研究棟で人体実験が行われていたこと、近藤と北条が共謀して細菌兵器として使用するための病原菌を培養していたこと、そのための地下施設があったこと。これ、あ、でもそっか、確かにあの研究棟でゲットした資料の中に院長の名前は全くなかったから、でも病院の最高責任者が何も知らんかったって思えるかな。院長は慌てて私たちの話を遮った。今夜あそこに、あの中に近藤さんと北条くんがいたんだぞ。ということは、私たちは近藤と北条もろとも研究棟を爆破させてしまったというのか。水上さん、島が震える声で叫んだ。もうしゃあないよな。院長は畳みかけるように言った。お前たち、なんてことをしでかしてくれたんだ。殺人だぞ。人殺しをしたんだぞ。僕らはどうすれば。法の裁きを受けるのだ。無期懲役、いやいや死刑は免れんと思え。最近兵器の話は、でこれ院長もろとも殺さなあかんな。まさかこれで終わり？その後の院長の行動は敏速だった。私と島は逮捕された。仕方あるまい。私は警視に両腕を囚われたまま、大東亜病院を振り返った。そういえば不思議なことがある。院長はなぜあの時、研究棟に近藤たちがいることを知っていたのだろう。まさか院長も近藤の。時すでに遅しか。そやな、あそこで見つけた証拠の中に院長は全く関わってない風に書いてあったもんな。関わってない風にっていうか、
院長の名前は全くなかったもんね。私はね、追ってきてるから知ってるだけで。あれ、院長ごとやらんとあかんな。誰かを逃すとあかんわ。いや、難しいな。ちょっと待ってよ。どのエンディングが見れてないかもようわからんねんな。とりあえず、これ今、オツの部屋か。オツの部屋で、ダイナマイトで吹き飛ばす。で、点火する。このまま、逃げる。時間がないわ。で、近藤に会いそうやな。あら？あ、もうめっちゃくちゃ話早いわ。これ待って、これ。え？島をかばって身を伏せる。爆発するぞ。私たちは背中でその時を待った。しかし、その時はいつまで経ってもやってこなかった。変だな。私は身を起こして研究棟を振り返った。私は研究棟を振り返った。どういうこと？さあ、本当なら今頃もうとっくに爆発しているはずだ。火が消えちゃったのかしら。私たちは完全に身を起こして研究棟を仰ぎ見た。どうする？どうするって？見に行ってみるか。でも、もしも火がくすぶってるだけだったら危ないわ。だからといって、このまま確かめずにいるのもなんだか落ち着かない。どうする？私はもう一度島に行ってみた。いやー！これ見に行こっか。どうする？わー！どうしよう。なんか、どっちもバッドエンド見れそうやな。見に行くのは危険だにしよっか。そうやな。なんか見に行くの想像つくもん。このまま放っておくのもどうかと思うな。ダメよ。戻るのは危険すぎる。島の口調がいつになく強い。そうだな。もう一度見に行くのは、突然、後頭部に衝撃が走った。島の短い悲鳴が聞こえた。私と島はそのままその場に倒れた。バカメラが、いらぬことに首など突っ込むからこうなるのだ。誰だ？近藤か？本当に。地下研究室を爆破させようなんて大それたことを。これは北条の声だ。私が止めなければ今頃こっぱみじんとなっていたところだ。ふん、私に盾つくとは大日本帝国に弓引くようなもの。この二人はどんな結末を？帝国陸軍に盾つき、私の計画を阻もうとしたのだ。許せるはずがない。近藤が長靴のかかとで私を踏みつけた。次第に薄れていく意識の中で私はすでに痛みを感じる感覚さえなくなりつつあった。あー、どのルートで見れるんやろう。じゃあ、まあなんせ兵の部屋にダイナマイト仕掛けないかんらしいねやんか。だからここでダイナマイト仕掛けて、で、他の部屋にも設置するで、これで兵の部屋仕掛けて、これでも今度出てくるはずやねんけど、これ私がね、多分動画にしてないと思うねんけど、個人的に選んでみた結果ね、ここで今度出てくるねんけど、ここで退治してもトゥルーエンド見れるんかな。で、ここで、北条の報告書を見たぞって。まあ、でもこれでも分かってるか。北条と近藤がやってたこと。で、ここでダイナマイトで脅す。私は導火線にオイルランプの加工を近づけた。道を開けろ。やるならやれ。だが拳銃の方が早いとは思わんか。で、殴りかかります。とうとう頭に来た私は近藤に体当たりで殴りかかっていった。ドス。ところが逆に近藤の左フックをまともに腹に受けてしまった。私の背中を押さえつけ、近藤は続けざまに私の腹を殴りつけた。
崩れ落ちそうな私の体を左で一本で引き上げた近藤は、素早く私のこめかみに拳銃を突きつけた。やめて！島が叫んだ。バカが、貴様ごときがなぜ私に盾つくのだ、で、ここで降参だ！降参する。降参するからそんな物騒なもの早く下ろしてくれ。私になおも指図するのか？違う違うよ！ここで知ったことを話す。乾杯だよ！水上さん、あなた。近藤はふふっと微笑んで言った。よし、とうとう観念したか。さっさとそうすればいいものをバカめが。話す前に一つ頼みがあるんだ。なんだ？ここはもうすぐ爆発する。外に出してくれ。観念したと思ったら早速頼み事とはな。貴様たちをここから出すわけにはいかん。ちょうど実験台を探していたところだ。僕たちを実験台に？島がはっと息を呑む声が聞こえた。わかった、でも。わかった、実験台でも何でもいい。ただここが今すぐに爆発するというのは本当なんだ。まだ言うか？本当だ！私は今度こそ本気の本気で近藤に怒鳴った。降参するって言ってるだろ。今さら嘘ついてどうなるんだよ。その気分がようやく近藤に伝わったとき、まあいいだろ。最後お願いいけないな。と言った。おな、近藤が足は、ちょ、待ってくれ。ああ、ちょっと待って、お願い。近藤お願い。ちょ、お前近藤頼むって。近藤お願い。近藤お願い。近藤お願い。近藤お前。お前ほんまええ加減にせえや、近藤。近藤、今度こそ逃がしてくれよ。最後の願いは叶えてやる。女、近藤が島を呼んだ。島はすんなりと近藤の呼び出しに応じた。近藤は島の腕をつかむや、島のこめかみに拳銃を当てた。貴様が前を歩くんだ。少しでも変な真似をするとこの女を撃ち殺す。大丈夫、しっかり前を歩いて。島が声を震わせながら、それでも私の目をまっすぐ見ていった。すまない島。心の中で島にそう謝りながら、私は二人の前に立って階段を上り始めた。ようやく一階の廊下まで戻ってきたところで地鳴りが始まった。最初は小さな振動だったが、やがて徐々に揺れ幅を増しているらしく、今では体にそれと感じられるほどの激しい地響きとなっていた。なんだこの音は。ダイナマイトよ。こともなげに島が言った。何？さっきから言ってるでしょ？地下に仕掛けたダイナマイトが爆発し始めたのよ。本当だったのか。近藤は柄にもなく青ざめている。早く外に出よう。ぐずぐずしてると僕らまで吹き飛ばされる。私が言うか言わないかのうちに、近藤は島の体を離すや否や、ダットのごとく今来た道を駆け戻っていった。おい、どこに行く？あっけに取られて私は叫んだ。私の研究の成果だ。我が帝国陸軍の希望が、我が大日本帝国の未来が、私の、なんてか、身体が、あの報告書にかかっているんだ。おい、帰ってこい。私の言葉も虚しく、近藤は劇薬物保管室の方へ消えていった。島に促され、私は仕方なく、しかし大急ぎで外へと飛び出した。島と私は研究棟から転がり出るように脱出した。と、耳をつんざくような大音声が響き渡り、ガラスの破片などが付近に飛び散り始めた。私たちはとっさに身を伏せた。あっという間もなく、研究棟の1階部分が吹き飛んだ。今度は？しかし、今の私たちにはどうすることもできない。私たちはその場に身を伏せたまま、この爆発が収まるのをひたすら待つしかなかった。それからどれくらい経ったろうか。私はようやく意識を取り戻した。ゆっくりと身を起こすと、すぐそばに島が倒れていた。私は島を抱き起こした。島さん？島？揺すってみたがなかなか目覚めない。まさか。私は悪い考えを振り払うように何度も島の体を揺すり、その名を呼んだ。島、島、お願いだから返事をしてくれ、島。僕は。その時、島の口元が不意に持ち上がった。僕は何よ。島さん、気がついてたのか？ごめんなさい。水上さんがあんまり必死だから、なんだか変に嬉しくなっちゃって。ねえ、それより、僕は何よ。私は島の問いに答えなかった。生きている、私も、そして島も。思わず頑張ってくれた島を抱きしめていた。島は照れながら立ち上がった。倒壊した研究棟の1階を見つめながら、私と島は
おおよそ同じ思いにふけっていた。あの男、近藤はおそらく死んでしまったのだろう。自らの研究成果を守るために。だけど、島がぽつりと言った。あの人が命がけで守ろうとした報告書って。さあ、何のことやら。あれはどう？書きかけの北条先生の署名の部分が表紙から破り取られていたあれ。所長室でゴミ箱から拾い上げたあの書類のことだ。でも捨ててあった書類だろう？私は懐を探ってみた。あれ？どうしたの？確かここに入れておいたはずなのになくなってる。しばらく私の顔を見ていた島は思わずプッと吹き出した。書類なんてどうでもいいわ。それよりもこうして生きててよかった。登り始めた朝日を見ながら島はそうつぶやいた。研究棟の爆発によって警察の捜査の手が入るが、不審な点は見つけられず、結局ガス爆発事故として処理された。と同時に実験の証拠も燃えてしまったため、実験に加担していた北条の悪事を暴くこともできなかった。廃棄書類とはいえ、近藤の名前と北条の署名の残る書きかけの報告書を、あのどさくさの最中になくしてしまったことを、今更ながらに私は悔やんだが、後の祭りだった。しかも直後に私と島は院長から解雇処分を言い渡された。理由は立ち入りを禁止していた研究棟への不法侵入だ。正義と思ってやったことだけに、この処分には釈然としないものを感じたが、どうしようもなかった。突然職を失った私と島は、それぞれの生きる道を求めて離れ離れとなった。大東亜病院は大幅な人事を繰り返しながら、今もなお営業を続けている。あー、このエンドかー。これ。いや、本当はね、これ私見たのよ。でも、これ、何にも解決してないエンドやから、解決してるエンディングが多分トゥルーエンドやと思うのよね。で、それをお見せしてからこれって思ってたの。どうしたらいいんやろな。とりあえず、ここの甲の部屋で、ダイナマイトは見つけるべきやと思うねんな。ここで、ダイナマイトを見つけて、ここで、オツの部屋に行かずに、これで、兵の部屋に行ってみる？で、多分一つの部屋には一回しか行けないやろ？待て、いない、大丈夫？大丈夫やな。一つの部屋には一回しか行けないから、甲、乙、兵の順番で行くと、兵でダイナマイトを仕掛けなかった場合、もう、私たちには同じエンディングを見る資格しか与えられないわけよ。ここで、調べると、まあ、陰謀に対する知識が深まりますよね。これね、実験報告書。で、これを見つけた状態で、これならまだ、どうやら、これならまだ、そうやな、オツの部屋残ってるから、これでオツの部屋に行って、あ、これどう？ここで、ダイナマイト設置して、ただ、近藤が来るのってさ、どこやった？どのタイミングやった？ここにダイナマイト設置して、そのまま逃げるで、近藤来たっけ？待って、ここで、兵にも仕掛ける？
なんか早くに脱出しすぎたら多分近藤が来えへんのちゃうかな。若干ここで時間潰して、あ、来た来たわ。これ待って、これ見れるかもしれん。ちゃんとちゃんとっていうかトゥルーエンドが、そうか、部屋調べる順番か。これね、いくつか私攻略サイト見たけど載ってなかったよ、このやり方。この近藤との選択肢とか、なんか大雑把な選択肢の選び方は書いてあったけど、この順番に部屋覗くって多分書いてなかったと思う、私が見た限りではね。まあ超絶ネタバレしてるサイトは見てないから、超絶ネタバレしてそうなやつ、もうあの全体的なストーリー書いてあるようなやつは見てないから、そっちにはもしかしたら書いてあるのかもしれんけど、まあここがね、ここよ、吹き飛ばされてしまう。で結局行っちゃうんや。あーで結局近藤はじゃあ建物と心中か。これどうやろう。今回はちゃんと兵の部屋調べたけど、ここ一緒か。この後よな多分な。だけどって、あ、持ってるわちゃんと。さっきのエンディングの時はなくしてたもんね、この例の書類。私は懐から例の書類を取り出した。大東亜病院における実験報告書。持ち出してたのね。当たり前だろ、これほど明確な証拠はないぜ。これを公表したら北条先生はどうなるのかしら。うつむき加減に言った島の肩を私はポンと叩いた。でも公表しなきゃね。修羅場を越えてよりたくましくなった島がそう力強く言った。お？研究棟の爆発は警察の介入を引き起こした。そして細菌兵器の開発を目的とする病原菌培養の実験報告書が提出されたことにより、この病院で行われたことが世間に明るみになった。受刑者を使った大掛かりな人体実験の事実も暴露された。報告者であり、実際の研究に携わっていた北条がまず逮捕されたが、その北条の自供から院長である武田の実験への関与も明らかになった。この事実は私や島をはじめとする病院関係者を驚かせたが、その詳細はその後も知り得なかった。結局、大東亜病院は閉鎖され、汚染された病院の建物自体が焼却という結果を招いたのだった。巷でのこの事件の評判といったら、しばらくの間はそれはそれは凄まじいものがあったが、やがてはそれも迫り来る戦争の影の向こうに忘れ去られることとなった。私はその後、お金を貯めて独立し、薬局を開店した。島も私のそばにいる。私の店で働く同僚として、私を支えてくれる妻として。ああ、よかったねこれ、一番最後に見たエンディングやったかもな。最後の最後に見たかったかもしれん。ちゃんとあったね、しまちゃんと幸せに暮らすエンディング。ま、危険なね、大冒険を経た二人が夫婦になるというのは非常に自然な流れだったんじゃないかな。よかったよね。なんかあの無理なキッスとかなくてあのガス男とかの登場なく、割と平和にね、研究所も爆破できたし、割と平和に事なきを得ましたよね。おー、変わりゆく時代。
今まで見た中で一番いいエンディングでしたね。